今回はパールモンドロールのケーキをですね4種類購入してみました今回買ったのはモンブランとショートケーキあとレアチーズケーキとミルフィーユですねミルフィーユはですねこのように見たような感じでサクサクとした食感でで中のクリームもですね程よい甘さで美味しかったです香りがですねちょっとあの粉ミルクっぽい香りがしたのでその部分だけがちょっとですね気になったなっていう点があります もう一つがですねショートケーキですねこちらのショートケーキはこのように3段にスポンジがなっていてその間にですねクリームとイチゴですね入っているっていうタイプになります甘さがですねそれほどきつくなく香りですね生クリームの香りも洋酒の香りがあってすごく良かったですでスポンジケーキがですねこう酸素に分かれているので生クリームのですねこってりとした感じが苦手な方はですねこちらのスポンジ しっかりあるタイプの方がよりですね美味しくケーキ食べれるかなと思いました私の場合はですね生クリームこうたっぷり入った感じのショートケーキが好きなのでこう2層に分かれていて真ん中にたっぷりですねクリーム入った方がクリームの感じがですねより楽しめて好みかなっていうところです次にレアチーズケーキですね今回食べた中で私は一番これがレアチーズケーキがですね気に入りましたやはりですね あのチーズのこの酸味とですねあと程よい甘さとすごくとろっとした食感で美味しかったですね次にモンブランですねこちらのモンブランはですね上に栗がちょんって乗っかってるんですけれどもその下の真ん中ですね真ん中の方にも栗がですね結構入っていてしっかりと栗入ってるモンブラン好きな方はですねおすすめですそして 栗のですね、このあんの部分ですけれどもこちらもですね香りがしっかりとして栗の香りがですね楽しめるような感じですごく美味しかったですパールモンドールはですねその他にもロールケーキなんかも人気のようですのでそちらの方もですね機会があったら食べてみたいなと思います